Sebelum nonton videonya, jangan lupa klik subscribe sama aktifkan loncengnya ya. Terima kasih.俺は今苛立っている。来るな。手加減はできそうにない。弾いたのか。今までのサスケじゃない。呪怨状態2の時より濃いなんて。仲間がいたのか。何か来る。でかい。憤怒の恐怖を教えてやる。サスケ、一人で突っ込むな。水遁水準壁、雷遁感激波。こいつら雲隠れの上人、中央のでかいのは雷影だ。簡単には通してもらえない。そんな。十五、ひるむな。これは現実だ。現実を見抜いたとしても抑える。助かった。水月ナイス。カリンのやつチャクラ消して隠れるよ多分。あの後ろの男は感知タイプだな。倒すしかない。さてガーラ、私らはどうする。うちをサスケか。おい、護衛を置いて先に行くな。戦闘しに行くか。アホ、腰痛が悪化したらどうするんじゃぜ。あたいはデーダレニーをやったっていうサスケが見たい。雷影に巻き込まれたら死んでしまう。手は出すな。よっしゃ。あんたたちコノハはそのままでいてもらおう。雷影殿にそう託された。ふう、取るね。よせ。ここはおとなしくしておく。ぶっ殺してやる。ついてるな。船に乗るな。いいの持ってるね。車輪眼ごときに捕らえられるわしではないわ。死ね。やったか。これは現実か。せい。今なら感知されない。今のうちに断層を。しどり。畑かかしと同じ術か。ライトンの鎧をまとったこのわしに触れることができるとは。ダメか。まあ、ダメだな。ライガーブラー。
れが雷影の忍び体術か。これではもうサスケは生きていまい。あれが万華鏡シャリンガンか。チェイ、大丈夫か。あのライガーボムを食らって生きてるやつなんて今まで言ったはずだ。お前は俺と同じ目をしていると。己を孤独という地獄に追い込んだ者を殺したくてうずうずしている目だ。復讐を生きる糧としても何も解決はしないことを俺は実感してきた。やれ、やめとけ。説得できるならナルトは失敗してねえじゃん。五影階段を襲撃した時点で国際手配される。俺はとっくに目を閉じた。俺の目的は闇の中にしかない。地上を挟むな。お前は風かけだぞ。ああ分かっている。円筒をここまでガードされるとは。絶対防御は健在だな。見つけた。団蔵もいる。どのように。このままでいい。こそこそ話すのはやめろ。敵にここがバレたのも分かってる。この階段も面白くなりそうじゃぜ。これ以上の絶対防御。このチャクラ、あの時の現実と同じ。試したかったってのはこれか。なんかヤバそうだな。このチャクラ、もう前のサスケじゃねえ。闇の力か。両目の万華鏡を開眼した者だけが手にする力。スサノオだ。スサノオだと。これが万華鏡シャリンガンってやつか。狙いはここの柱か。断層の居場所は突き止めたのか。案内しろ。早く案内しろ。分かった。すまないっすね、風影さん。サスケのやつ、この隙に逃げたみたいじゃん。すぐにサスケの後を追うぞ。サスケとカリンとジュゴはどうなったかな。水影をおもちゃにし、霧隠れを蹂躙した暁。よく見るとやっぱりいい男ね、内葉の一族って。邪魔をするな。いい男なのにもったいないわ。せめてとろけるようなキスをしてあげる。超重炉。はい。ダメカレイ解放。
体中の細胞が痛む。まだ完全体にすらできていないのに、この痛み、命はどれほどの。これで二人っきりね。これでここは完全な密室。フットン・コームの術。溶けている。このままいい男が溶けて崩れていくのは、いつ見ても心が痛むけど。今度は三の霧が。なんだに。これはあの男の。これはさっきの暁。吸い取って成長しているのか。いつの間に。これ私のチャクガン。さあ、なんだ。チャクラが回復していく。わしらもそろそろ参戦するか。こんなガキがデイダラをの。陣頓展開剥離の術。助け。そんな。じゃ次はお前じゃ。サスケはどこだ。土影、サスケはどこだ。わしが塵にした。何を食ってる。そのチャンスまだ残っている。そうわめくな、ライカゲ。俺の名はウチハマダラ。サスケ、お前たちにある説明をする。なんだ。俺の目的、月の目計画についてだ。シーンの見た通り、おかげはやはり逃げたようだな。助けを戻せ。だったら俺の説明を聞け。サスケを回復させておけ。さて、そろそろ聞く気になってくれたかな。スサノオまで海岸するシャリンガンは稀だし、いい目をストックしておきたくなって、木陰を弱らせて人質に取ろうと思って。本当にあのウチハマダラが生きていたとは驚きじゃが、お前ほどの男がなぜこんな回りくどいやり方をする。初代ホカゲ柱間との戦いの傷が深すぎたのだ。今の俺には力はない。お前が本来の自分に戻るための計画ってやつか。そうとも言えるが、ただそれだけではない。月の目計画とは一体何だ。ゆっくり話したい。腰を下ろさせてもらう。すべてが俺と一つになる。すべての統一をなす完全体だ。どういうことじゃ。ウチハには代々伝わる石碑がある。そこにはかつての陸道仙人が書きつけた秘密が記してある。そこに俺の目的とこの男とのつながりがある。彼はかつて世界を救った、ある化け物か。ガーラ、お前もその化け物の一部が封印されていたに過ぎない。そいつは美獣すべての集合体、最強のチャクラを持つ存在、十尾だ。美獣は九尾までじゃないのか。言ったはずだ。そいつは美獣すべての集合体だと。そして木の葉の妖狐九尾、雷影の弟キラービーム八尾、滝隠れ風の七尾、抜け人歌方の六尾、岩隠れの藩の五尾、養豚の老子の四尾、仙台水影の三尾、炎の怪病雲隠れの二位ユギトの
2部主客ガーラの美獣の1尾、1尾から9尾の美獣はその10尾のチャクラを分散したものに過ぎない。陸道仙人の手によってな。だから暁は美獣を集めたってことか。陸道仙人は10尾から世界を守るためある忍術を開発した。そう、陸道仙人は10尾の人中力だった。が、そんな力手に入れて何をする？10尾復活、そして俺は10尾の人中力となる。己の動力を強化させ、そしてある術を発動させ。何をするつもりじゃ？月に己の目を投影する大現実、無限つくように。わだかまりも争いもない世界だ。全てが俺と一つになる。全ての統一。俺が全ての人間をその現実の中でコントロールし、世界を一つにするのだ。それが俺の月の目計画。幻の平和などごまかしだ。現実の世界で成し得てこそ意味がある。ふざけるな。お前などに世界は渡さん。そんなものの中に何があるっていうの？希望も夢もない、逃げているだけよ。お前たちなら本当は理解しているはずだ。希望とは諦めに等しいものだ。残りの8尾と9尾を差し出し、美はお前たちが8尾の捕獲には失敗し逃げられた。あれこそ人中力として完璧な忍びだ。やっぱりそんな気もしてたんすよね。お前たちに勝ち目はないぞ。俺には力はないが、今までに集めた美獣の力がある。希望は捨てない。第4次忍界大戦、ここに宣戦を布告する。正気か。両天秤の大野木、内葉マダラと唯一戦った戦歴を持つあんたの情報が必要だ。今は市場を抜きにして協力せざるを得ないぞ。忍びの世がなくなればお前と喧嘩どころではないからな。協力してやる。忍び連合結成。